そもそもラオウというのはどういう男なんだ。ラオウ、確かに奴は強かった。いや、強すぎた。そして奴の野望も。奴は失われた北斗の男だった。ラオウ、北斗神拳を何に使う？知れたこと。己のためだ。それで何を目指す？天！この世に生を受けたからには、俺は全てをこの手に握る。そんなことは神が許さぬぞ。ならば、神とも戦うまで。そして戦争が起こった。今や世界はラオウが望む時代になった。村だ。行こう。あそこなら車が手に入るかもしれん。おい、どうした？一体誰がこんなことを。新交代が。で、奴らはどこへ。西の方角へ。西、アイリのいる村の方角だ。ケン、俺は村に帰る。残してきたアイリやリンが心配だ。来るべき時が来た。ラオウ、ついに動き出したか。北斗七星の横に寄り添うように光る星、またの名を七長星。あの星が見える者にはその年のうちに死が訪れるという。あの星をこうして見つめる時が来ようとは。どうしたんですか、時さん。何か考え事でも？いや、あなたと話していたらユリアのことを思い出してしまった。私に似ているというユリアさん、どんな人？私がこの世でただ一人愛した女性だ。いや、私だけではない。あのラオウも愛するがゆえに見守る愛もある。ケン、シン、トキさん、そしてラオウ。ユリアさんを知る男性は全てユリアさん。私じゃかなわないな。でもいいんだ。私はあの星で、あの北斗七星の横でひっそりと光って、あの小さな星で。見えるのか、あなたには、あの星が。ええ、はっきりと。ケン、レイは？アイリと子供たちのいる村に向かった。お前たちの首を持って帰れば
剣王様もさぞやお喜びになるだろう。足跡を見て、馬の蹄の跡だ。それも象の足ほどもあるわ。こんな馬にまたがる男は一人しかおるまい。ラオウ。じゃろ、水でもおあがんなされ。おい坊さん、その水飲んで。いいえ、あたしはさっき飲んだばかりで。いいから飲んで。俺のへそを破っていたのか。お前のようなババアがいるか。
バット、どうしたんだ。レイ、村が剣王信仰隊という連中に、早くリンやアイリさんが。ダメ、すぐに見つかるわ。私たちは心をなくして人形として生きるしかない。アイリさん、そんなことを言ったらダメ。私たちが希望を捨てたらどうなるの。私たちには希望しかないのよね。信じるのよ、いつか必ず明るい明日が来るって。最後の最後まで諦めちゃダメ。ごめんなさい、偉そうなことを言っちゃって。私の方がしっかりしなくちゃいけないのにね。凛ちゃんに教えられるなんて。アイリさん、出てきちゃダメ。誰がいるのか。ここに一匹残ってます。剣王様に忠誠を誓ってもらおう。もし嫌だと言ったら、あの上で黒焦げになるまで踊ってもらうことになるかな。さあ、どうする。誓いません。あなたたちのような悪魔には絶対に従いません。私は悪魔には従わない。たとえどんなことがあっても、悪魔に屈したら人間じゃなくなる。そう剣は教えてくれたもん。お嬢さん、手を貸してあげようか。人の皮をかぶった悪魔め。大丈夫、心配しないで。アイリさんは無事よ。あれ、安心したら涙が。どうしたんだろう。自分のことよりも俺の妹の身を案ずるとは。しかし気丈なようでもまだ子供だ。それがこんな目に。許さねえ。てめえらの血は何色だ。なんと水晶剣を使うレイ。知っているぞ、貴様の弱点を。探せ。この村にアイリという女がいるはずだ。この男は妹の命を懸けられたら何もできぬ、ただのデクの棒だ。けど、てめえら全員貸して返さん。命を捨てて戦おうとしているんだ。俺たちも黙っているわけにはいかん。俺たちも戦おう。あの抗う術を知らず、周囲の風に流され
狂のように生きていたアイリア、もう俺に弱点はない。アイリア、自分の意志で生き死んでいくだろう。剣王様に逆らうとは愚か者どもめ。早く深く、このわしが全員皆殺しにしてくれるわ。貴様がレイか。なんと水長剣、楽しませてもらった。ならば貴様にも俺の真髄を教えてやろう。レイ、やめて。その人と戦っちゃダメ。心配するな。俺は戦うことでしか剣やお前に借りを返せない男だ。一つだけ聞こう。奥と七星の横にある星を貴様は見たことはあるか。ある。そうか。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。何？降りるのか。もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらぬ。ならば馬ごと死ぬがいい。何？ラオウは手綱を握ったまま動いていないだと。貴様が見たものは俺の闘気オーラだ。貴様はこの俺に近づくこともできんのだ。ならば余計に貴様をここで倒しておかねばならん。兄さん、まさか自分の命をかけて。いやー、なんと究極奥義、断固総裁剣。愚かな。神はすでに
貴様に死を与えていたのだ。うわ、ロウ、ケンシロウ、その甘い性格でよくぞ今日まで生き延びてきた。それだけは褒めてやろう。だが情に流される者はいずれ必ずこういう運命をたどる。うん、レイ、なぜ俺を待たなかった？ケン、あのレイでさえ触れることができずに、あの男はダメだ。この顔が死にゆく者の顔に見えると。大丈夫だレイ。貴様にも聞こう。北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか？ない。それがどうした？ふん。ではまだ俺と戦う時ではないということだ。おい、どこへ行く？貴様とはここでケリをつける。図に乗るな、ケンシロウ。この地、俺は今日までこの地を闘志に変えて生きてきた。貴様のオーラは俺の血が破る。でここまで怯えさせた男、望み通り相手をしてやるわ。貴様の成長、とくと見せてみよう。死をもって見届けるがいい。バカめ、今が夜ならば貴様の目には視聴性がはっきりと見えるわ。私のケンシロウではない。馬から降りるがいい。愚か者が、貴様、命を助けられたのがまだわからんのか。この矢を何者かが放たなければ貴様は死んでいたのだ。ケン、待つんだ。その男には3日間の命を与えた。すぐに殺しては俺の恐怖は伝わらん。だが3日間の命を与えられた者が3日間死の恐怖に怯え
嘆き、そして悲しみ抜くのだ。その恐怖はやがて伝説となり、そしてこの剣王の名を絶大にする。その男も飛行神化師をついてやる。3日後、全身から血を吹き流して死ぬことになる。剣、今のお前ではラオウにはかなわん。絶対に奴に勝てぬわけがあるのだ。剣士の貴様はまだ己の剣の質を知らん。俺が恐れたのは唯一時の剣だけだ。急ごう、剣士郎はまだラオウと戦う時ではない。激流を制するは制する。激流に対して激流で立ち向かって飲み込まれ砕かれるだけだ。マミナさん、下がってなさい。剣が向かった村から煙が。急ごう、剣士郎はまだラオウと戦う時ではない。激流に対し激流で立ち向かっても飲み込まれ砕かれるだけだ。私は剣王様が剣士郎を倒すまではな。仕方あるまい。強引に進むしかない。
私は倒せん。貴様は剣王様に見込まれた男。貴様などぶち殺してくれるわ。半人前の技では私は倒せる。お前は時間稼ぎに利用されているに過ぎない。見ているわ、マリアさん。相手によってはこういう剣道は。ケンシロウのもとへ急ごう、マミヤさん。戦うというのなら、これだけは胸に叩き込んでおけ。お前はこの時代に必要な男。リンやバット、みんなのために生き続けなければならんのだ。もう来おったか、ケンシロウ。命は投げ捨てるものではない。レイナ、やがて来る己の死すら忘れ、お前の身を案じている。レイナ、お前に全ての夢を託しているのだ。男の心を無駄にしてはならぬ。お前は生きてこの時代を見届けねばならぬのだ。だがたとえ 99% の勝機はなくても、いや、今のお前には残り 1% の勝機もない。闘技とは机上の血によって生まれるもの。お前もシンやジャギとの非常の戦いの末に闘技をまとうことができた。だがラオウとお前とでは非常さが違う。ラオウは我らが妖婦竜剣王もその非情な手にかけた。バカな、病死ではなかったのか。どうしても行くつもりか、ラオウ。伝承者がケンシロウと決まった今、ここに残っても仕方あるまい。ならば北斗神拳を捨てるがよい。言ったはずだ、俺は天を握ると。捨てる気なら貴様の養子になど最初からならぬ。一子相伝が北斗神拳の掟。お前の剣を封じなければなるまい。北斗神拳王位、姿勢転身。
これは龍拳の動きは北斗七星の動き。北斗七星がなぜに火を司る星と言われるか教えてやろう。人間の動きの中に七つの四角がある。その四角をたどれば北斗七星の形となるのだ。殺しはせぬ。その拳だけ二度と使えぬようにするだけだ。こんな時に神は俺に運を与えた。やはり神はこの俺と戦いたがっている。今一度神よ、一瞬の命を。死ね。時が現れた以上、お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。下がっていろ、ケンシロウ。見ることもまた戦いだ。私の剣、私の戦い方はいずれ必ずお前の役に立つ時が来るだろう。飛行新探柱をついた。お前の体は私の声がかからぬ限り動かぬ。時やめるんだ。北斗神拳の戦いに2対1はない。お前は北斗神拳の正当な伝承者であることを忘れてはならぬ。死を覚悟している。時は死によって剣に何を伝えようというのか。行くぞ、ラオウ。ラオウではない、剣王と呼べ。今や天を目指す俺の剣を見せてやるわ。
部あったな、トキ。龍拳も貴様も俺を倒せる腕がありながら老いと病に果てる。トキ、貴様はきっと視聴生を見たのであろう。しかし貴様への死の使者は病ではなくこの俺だったのだ。ケン、助けて。あの人、ケン、動いて。動かぬのだ。ドキ、飛行幕から俺を解き放ってくれ。トキは動かぬ。トキは己の信念のみに死ぬ男。なぜ今剣を解き放てば確実にラオウを倒せるのに。一子相伝の北斗神拳、1800年の歴史は俺たちが思うよりはるかに崇高で重い。それを時は剣に死をもって教えようとしている。もう俺の剣を流すことはできぬ。貴様は自分の剣を封じられたのだ。俺はただ待っていればいい。病の貴様の体が流血に耐えられなくなるのをな。ケンシロウ、どうやらここまでのようだ。私の死を糧として伝承者の道を歩むがよい。やめろ、ドキー。見切った。時の命もらった。やめておけ。そんなもので俺は倒せぬぞ。マミア、やめろ。ボウガンなど役に立たん。北斗神拳には西真空派がある。矢を放った人間にその矢が返ってくるぞ。でも今戦えるのは私だけ。よかろう、撃ってくるがいい。やめろ、ラオウ、やめてくれ。その女だけは殺さないでくれ。エイ。おう、貴様、この女を。そうだ、その女マミアは俺に愛というものを教えてくれた。たった一人の女だ。ありがとう、エイ。あなたのその気持ちだけでこんな時代でも生きていてよかったと。時の飛行幕を破ったのか。ケンシロウ。破ったのは俺の肉体ではない。あくまでも人間として生きる汚れなき心が飛行を破ったのだ。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく視聴生だ。ケンシロウ、貴様
ごときに打ち倒される希望ではないわ。この地を北斗神拳1800年の終焉の地としてくれるわ。ラオウ、貴様は己の命さえ握ることはない。止めます。剣士郎の戦いを見てみたい。肉体を支配するは魂。北斗神拳の真の奥義はそこにあるはず。凄まじい戦いだ。もうやめて。もうこれ以上の血は見たくない。この二人に無血の戦いはありえない。
だったな。昔のラオウだったら倒せていたものを終わった。剣王の伝説は終わったんだ。剣王の帝国は崩壊した。ラオウ、今は去れ。相打ちはお前も望まぬだろう。剣王、今日が終わりではない。今日が貴様と俺の戦いの始まりなのだ。俺は天をつかむ男。俺は俺の帝国を築くまでは決して死なん。俺は剣王。剣王は決して膝など地につかぬ。部下は去り、残されたものはあの馬のみ。奴もまた孤独。